田村義雄は、日本の官僚、環境事務次官、神奈川県出身、麻布高等学校、東京大学法学部、第二類卒業後、1971年大倉賞、入賞、理財局次長、大臣官房総括審議官、関税局長を経て、環境省に転じ、大臣官房長、総合環境政策局長を歴任し、2006年、 環境事務次官。退官後は、環境省顧問を経て、中クロアチア大使。2011年、特命全権大使として赴任中の、クロアチア大使館の事務職員として勤務する20代の、クロアチア人女性に対し、社内で抱き寄せて、強引に、キスをしたり、足を撫で回したり、抱きついて、体を触ったりしたといった常習的なセクハラ疑惑が、報じられた。 田村は疑惑を否定した。現地からの訴えを受けて、外務省側が1月に行った、稲葉一斉観察査察官を査察士官とする調査に、大使田村は全面否定したが、外務省内部査察報告書は、現地職員を被害者とするセクシュアルハラスメントの事例が認められたと明記し、事実を大筋で認定した。ただし、再発防止の約束が得られたとして、 同年12月の人事異動の形をとり、処分は行わない方針を取った。この報告書には、田村による大使館に勤務する日本人職員へのパワーハラスメントや、酒気帯び運転をした疑いへの言及もあった。疑惑報道に関して、外務省、政務三役の一人は、話は少し前に知った。公にならない形で対処すると述べた。 クロアチア外務省は日本でのセクハラ報道を知り、東京の中日クロアチア大使館に記事の詳細な翻訳を送るように指示した。橋本リーチは岐阜。総合環境政策局長に、松本市、環境省、幹部人事を発表全国ニュース四国新聞社2003年6月24日11時48分、AB、東大人名録。 1> 第1部1992年発行、46ページ、中クロアチア大使現地女性大使館職員への、セクハラ疑惑発覚週刊ポスト2011年12月16日号、セクハラ疑惑中クロアチア大使、全く事実じゃありません 2011.12E、067 2011. 時週刊ポストハット ABCD セクハラで、田村義雄中クロアチア大使交代。 スポーツ報知2011年12月8日セクハラで、中クロアチア大使交代現地職員に、処分せず47ニュース、ハットセクハラで、大使交代クロアチア現地職員に、外務省は処分せず MSN3K ニュース2011年12月8日、クロアチア外務省在日大使館に、セクハラ記事の翻訳送付指示週刊ポスト2011年12月23日号、 橋本理一氏史教元通商産業審議官、ありがとうございます。